つむぎだよ。チャンネルが YouTube から警告を受け、この1週間、動画のアップロード、コミュニティへの投稿などの操作が一切できない状態になっていたよ。原因となったのは2022年11月17日に公開したオナミーグッズを買いに来た春日部つむぎという動画だよ。11月19日に YouTube からのメールで当該動画の削除、チャンネルへの警告、制裁が告げられたよ。ヌードや性的なコンテンツに関するポリシーに違反しているとのことだよ。当該動画はニコニコ動画に再アップしてあるよ。概要欄に URL を貼っておくね。アーシとしては削除されずに YouTube に公開され続けている。他のチャンネルの動画と比べた時、当該動画が格段ヌーディーでも性的でもないと思ったし、一定の芸術性もあると思っていたので、メールに気づいてからすぐに再審査請求をしたよ。不公平だし、芸術性を認めてほしいってね。そしたら5分後くらいにメールが返ってきたよ。再審査の結果、判断は変わりません。だってさ、いや絶対再審査してないでしょ。この速さは自動返信でしょって思ったね。クオリティや評価はさておき、自分なりに思いや社会的メッセージを込めた作品だったのでとても悲しいよ。なお、90日以内にさらに警告を受けた場合、今度は2週間にわたる制裁がなされ、そのまたさらに警告を受けた場合、チャンネル自体が削除されるそうだよ。ところで知っている人は知っているかもしれないけど、動画が削除されたのは今回が2度目なんだよね。前に削除された動画もこの機会にニコニコ動画にアップしておいたよ。この2つの動画の内容やニコニコでは現在のところ削除されていないことは、 YouTube においてどのような動画が削除や警告の対象になるのか考えるヒントになるかもしれないね。